お金欲しいですよね。崇高な理想を掲げていてもお金がなくては実現できませんから。そこでこう考える。まず勝つことが正義。どんな手段を使ってでも利益を追求しよう。皆さんの周りにも多くありませんか？バレなければ悪事を働いても構わないという人。買収、脅迫、賄賂の横行。医師、政治家、芸能人を買収し、学歴を詐称し、こう話せば信用されるというテクニックを学ぶ。人はお金のことをこう言います。良心を奪う道具なのだと。では、この認識は本当に正しいのでしょうか？私たちはそうではないように思います。むしろ真逆なのではないか。つまり、お金は良心を取り戻すための道具なのではないか。そう、思うのです。なぜって？お金は追い求めると逃げていくからです。例外なく。これを獲得の法則と言います。では、なぜ逃げていくのか？逆説的ですが、これって、このやり方は間違ってますよっていう、天のメッセージのように思えてきます。お金を追いかけると逃げる理由。それは、順序が間違っているからです。お金、名声、愛。こうしたものは結果。結果にアプローチするのではなく、結果を生み出す原因にアプローチする必要があるのです。良い仕事をして、みんなに喜んでもらう。自分の人間性を高めて、徳を積む。あなたが手にするお金は、あなたが受けた感謝の量に比例して増えていくんです。そう、バレなければ悪事も働いても構わない。これは目の前のお金がないという症状だけを何とかしようとする対症療法。虫歯が痛い。そこで痛み止めだけを打ち続けようとする行為なのです。あなたもそうは思いませんか？これでは一旦痛みが消えてもまたすぐ痛み出してしまう。ですから今だけ、金だけ、自分だけっていうのはやめましょう。それが不幸の始まり、さらなる地獄につながっている。経営とは、人として正しいことを貫くこと。法則に沿った生き方をしていれば、繁栄、発展する。ですが、法則から外れているとうまくいかない。成功が長続きしないのです。もうそろそろおしまいにしないと。真実を広めて、今の日本の狂った蛮行を終わらせましょう。